ナムグムダムナムグムダムは、ラオスのビエンチャン県を流れるナムグム川に建設されたダム。ビエンチャンの北方約 90km の場所にあり、貯水地であるナムグム湖には、南西の湖岸に水上レストランや湖上の島を巡るクルーズなどの観光資源が開発され、日帰り観光地としても人気がある。1958年、ラオスを訪れた日本公営の久保田豊が、 スパールーンと面会した際に電力不足について相談を受け、ラオスが地形に恵まれ水も豊富なことから水力発電を行うことを提案した。クボタは自らメコン川流域を調査し、1964年にはクボタ自ら世界銀行に乗り込んで融資交渉を行った。この際には計画が課題であるとして融資を拒否されたが、大政府との交渉で余剰電力を 大国内に売電する行為を取り付ける。最高渉も一旦は頓挫したものの、その後も交渉を継続して、アメリカ合衆国のほか日本、オーストラリア、カナダなどから資金援助を受けることで計画が進められることになった。1968年に着工。多数の日本企業がダム建設や送電網の建設などに関与した。ラオス内線で建設中のダム周辺は、 ラオス王国とパテートラーオの勢力圏の境界となったが、スワンダ・プーマ首相により中立地帯に指定されて建設は続行された。ダムは1971年12月に完成し、1972年から発電を開始。当初は3万キロワットのタービン2機であったが、1975年には4万キロワットのタービン2機が追加され、 1983年にも一気の追加が行われた。ラオス国内での電力需要の増加により、2006年以降は発電する全量を首都圏に供給するようになっている。当初は発電される電力の70から80%がタイへ送電されており、ラオスの重要な外貨収入源となっていた。また、ダム完成時に、 約250平方キロメートルの地域などの森林が水没したが、それら木々の水中伐採も行われている。完成前、貸しの村々では河川漁業が盛んであったが、ダム工事に伴い移住を余儀なくされた。その他にも様々な問題を抱えている。ありがとうございます。